はい、おはようございます。まあおはよう言うともう12時回ってるんですけど、おはようございます。どうもこんにちは。いつも通り、ゴミ処理場、元ゴミ処理場前から撮影しております。私の Z900RS を今日も乗っていこうと思っております。今日は3月1日かな、今日から3月になるんですかね。ちょっとね、日曜日で私休みなんですけどね、ね、家でね、ダラダラしててもダメっていうことでね、Z ちゃんのエンジンをかけたらなければいけないなと思いましてですね、撮影しております。腰が非常に痛いんですよ、急になんですけど。ね、昨日とおとついと、ちょっと腰痛いんですよね。なんでかっていうとね、ちょっと最近こう、体鍛えよう思って、こう、バーベルを上げたりしてるんですけど、その後にね、サンドバッグを蹴ったんですよ。ほんならね、なんか腰痛いなぁとは思ってたんですけどね、その時は気づかんかったんですけど、次の日の朝ですよね。もう動かないんですよ、腰が痛くて。もう大変ですわ、おっさんになってからね、急激に運動を始めるとっていう、こう泣き言からスタートなわけなんですけども、今日も走っていこうと思います。Z900RS ちゃんです。だいぶ汚れてますね。でもまだちょっと洗いません、寒い。ちょっと音聞きましょうか。一応ね、走る前はね、必ずアイドリングというか、もう、エンジンかけてね、タコメーターの回転数が落ちるまでは暖気なんていうの、アイドリングでいいかな、してるんですけどね。ちょっと、危ない、すいませんでした。ヘルメットが被るとね、非常に視界が、狭いということで、今日もいい音してますね。いい音しております。Z900RS ちゃんですね。今日はね、あったかいですよ。ちょっと僕もまた B3 来てましたけど、 B3 じゃなくて D1 にしたらよかったな。ちょっと B3 ではあったかいです。これボーマージャケットって言うんですけどね、一番僕が持ってるジャケットの中では最強あったかいっていうジャンバーですよ。ということで乗っていきます。すいませんね、いつも無編集の動画でバイクやりまして、よいしょ。編集のソフトも考えたんですけどね、無料のやつでね、もう簡単にできるやつないかなと思って、でも結局ね、やっぱり無編集動画であげます。じゃあ出発しまーす。ブーン。ウインカーを忘れないようにね、いつもね注意こうしていただけるんでありがたいですね。今日はですね、ちょっとどこへ行こうかと迷ったんですけどね、ちょっと春夏もがもうそろそろなんかいろいろ多分ショップに出てないかなと思ってね、もう3月なんでね、ちょっとナップス東大阪店に行ってみようかなと思っておる限りでございます。ね、やっぱりこうね、バイクをね、こうやっぱネットとかでずっと見てるとね、ウェアとか見るとやっぱり欲しなりますね。まあ買わないんでしょうけどね、僕。今日は、グローブはですね、このあの5のグローブをさせてもらってます。買うてんけどな。
これやっぱ冬いいですね。でね、あのこの間先日その組長らが来た時に、動画でこう言うてたかどうかは覚えてないですけど、何でしたっけ、電熱グローブ、コミネの電熱グローブのそのが点滅してですね、あのバッ、ここのね、なんていうんですかね、あのシガラ板ソケットからですね、シガーソケットかな、このシガーソケットからですね、僕このグローブにつなげてるわけなんですけど、ここのそのつなぎ目のその部分がいつも赤く点滅してるんですね、あったかい時は。それが急にこう赤く点滅しだして、電熱さんの仕事をしなくなったということでね、でまあ車のシガライターで、シガソケットでちょっと試してやったんですけど、同じ症状が出るんで、これはいかんと、これは俺のこのシガソケットのその、電源部分ではないと、いうことでですね、何ですか、そうなんで、コミネの方にですね、問い合わせしたんですよ。ほんならね、コミネってすごいですね、その日メールを待ってたんですけど、メールじゃなくて電話かかってきましたね、東京の方から。ほんでまあ症状一応見ました、聞いたけど、やっぱ物見なわからんということでね、急遽送ってくださいということでね、まあすぐ送れとは言ってないんですけど、送っていただけますかっていう、ちょっと見たことない症状なんでということで、ほんで、先日送りましたね。非常に対応がいいですね。で実はコミネの電熱グローブの前はグローブの方の指先の部分がすごく偏って厚かったんで、それもね、コミネに、伝えたらね、その時はまだ保証期間があったんで、すぐ対応してもらいましたね。コミネいいですね、対応非常に、ただやっぱりそのこれからね、電熱グローブとか電熱ウェアをね、迷われてる人はね、僕はね、おすすめはね、やっぱりね、バッテリーから直接取るやつの方がいいと思いますよ、バッチョクっていうやつ。あのね、前にここのシガライター、まあそれ潰れてなかったらあれなんですけど、ここですよね、ここからね、配線取るとね、やっぱりコードがね、やっぱりこう邪魔ですよね、ちょっと邪魔ですよね、だからね、僕ね、このグローブの、そのコミネのグローブのあれも、バッテリーから直接取るケーブルで、対応できたら、そっちがええな思ったんですけど、僕のね、ちょっと旧型の方で、今のやつ、新しいやつはね、多分両方いけると思うんですけど、そのコミネの僕のグローブは、バッテリーから直接取れないんですよ、電源が。でやっぱり一番超えた値段ですし、まだ1年ぐらいしか経ってないんでね、まあ保証期間は過ぎてるんですけど、できたらバッテリーから取ったやつの方がいい。でね、あれやっぱりここ雨降るとね、ここをやっぱりこうなんですかね、ここに水が入ったらやっぱりいけないんで、やっぱりバッテリー直接のグローブがいいっすね。で今なんていうんですか、あのウェアとグローブがね、直接つなげれるじゃないですかね。ほんでまあウェアの方で一回そのバッテリーから取ってコードを入れてしまったら、グローブまで伝わるような仕組みになってるんで、やっぱりね、あれに買い直したいですけどね。でもね、やっぱりね、
そうや、買い直したいな、買い直したいなと思ってるうちにちょっと暖かくなってくるんですね。今日の気温は15度ですからね、今日なんかは非常に暖かいんで、B3 なんかでは暖かいぐらいですよ。やっぱり遠出するときって長距離ですよね、長距離するときはやっぱり電熱ウェア欲しいですよね、ただね、途中でね、もしその電源の不具合があった場合についてはやっぱりこの普通のウェアよりも、ウィンターウェア、あの冬のウェアよりは劣るんでね、そこが怖いとこですよね、だから僕その前も組長とねえ、とこツーリングした時もそうですけど、この5の、このグローブを入れてたんでね、よかったですけども、でもね、コミネいいですね。やっぱりこう、電熱グローブで検索すると、やっぱ一番ね、検索率が多いって言うと、多分 RS 対地のグローブやと思うんですよ。ねえ。でもやっぱりこう、あ、僕は別に大使さんでもいいのかなとは思いますけどね。まあね、近所を走るとき、まあこうやってナップスとか行く、バイクへ行くぐらいはね、全然、普通の格好で行けるんですけど、だってこの間組長なんかもあれちゃう、なんか電熱ウェアなしで来とったんちゃうかな、9時間も10時間も乗ってね、ようやるわこのクソ寒いのにと思いながらですね、ほんでね、今日なんで、まあそのバイク、まあエンジンかけたらなあかんなと思いながら、あともう一つね、やっぱりね、家でじーっとおったらね、腰痛なるんですよ。やっぱソファーに座ってまうんでね、でこうやって動いとくとマシになるんですよ。もちろん激しい、動きをしたら余計痛いんですけどね、非常にね、腰に悩まされています、で昨日ね、ちょっとテーピングを貼ってもらって、整骨院でね、やってもらって、いろいろしてもうて緩和してるんですけど、昨日ね、空手やったんですよ、で休みは良かったんですけど、やっぱ僕ね、やっぱり新生活が好きなんでね、やっぱり行っちゃいましたね、で行ったらね、元 K1 ファイターがおってね、身長190以上ちゃうかな、あの子、あの野田くんって言いましたね、あの何話のマイトガイっていう異名を持つ子なんですよ、ね、皆さん知らないと思いますけどね、知ってる人ってかなり、K1 好きですよ、でその、人が、新生活に、入会しましてですね、その子、その人、その方ですよね、まあ年はね僕より若いんですけどね、その方にねちょっと揉んでもらいましてですね、まあ、あのその人は叩かなくて受けるだけということで、僕だけこうローとパンチをやっていいということでね、思いっきり打ってこいということでねやったんですけど、もう全然効かないですねパンチ。僕やっぱ非力なんで、思いっきりもうボディとかこう入れたんですけどね、でやっぱりね腰痛かったけどね、あれ腰痛くなかったも多分全然効かんかったと思う、二人がかりで言ってんけどね、もう一人たまちゃんっていうことがと交互交互にあったんですけどね、たまちゃんも身長170 180近くは178ぐらいのかな、たまちゃんでも歯が立たんかったね、さすがやね元プロってね、いやー、経験しましたよ。ああいう方だとこうずっとやってると、やっぱりこうね、他の普通の方でやるときにこう、ちょっと楽になるんでいいのかなと思いますけど、まあ、僕167なんで向こうが190やから、もうやばいっすよ。向こうもし手出してたら僕秒殺っていうやつでしょうね、でもそういう経験もさせてもらいながら最高ですよね、私ね、環境がいいところで空手をやっております。痛いって言えますからね、痛いって言うとやめてくれますから、でこうね、甘えながらやってるわけですよ。やっぱりね、何でもそうです、楽しみながらやらなダメです ね、苦痛の中でね、苦痛な思いして何かをやることはない、あのいらないですよ、我慢する必要ないですよ、痛い時には痛いって言えるね、空手道場は最高です、おっさんにとってはね、まあ
なんとなし、また4月ぐらいに昇級試験があるとかな、僕はまあもともとは緑帯なんですけど、まあまあ色なんてどうでもいいんで。